オーダーがある。それは自身の信仰する神様につながり、承認され要求が。それに応えることで、そこには利益が発生し、それは生活の安定につながる、理解、それは相変わらずだが。そしてまだこの無形のシステムを信仰と共に構築した、それには責任がついて回り、あるいはその最下層、そこにある不満は果たして、正当か？その他を問われてもいる、それも理解はしうる。それでも現状の正当性。すべての存在を内包する、とき、売春婦を強姦致死し、その罪をもみ消した、という罪を背負った感覚も、そこにはいて、その処遇や対処は適当か？が問われる、それに何かの理不尽さえ感じる。彼らの生活、それは果たしていかなる様が適当？大賀さん、その決定は妥当か、今のところは、しかし今も、変化は？